今日の自分にグーパンチ、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの谷美久です。突然なんですけども、皆さんは完全ワイヤレスイヤホンをお持ちでしょうか？私は結構音楽ストリーミングサービスとかで、あの iPhone からね音楽を聴くことが多いんですけど、最近のスマートフォンはですねイヤホンジャックがないことも多いので、まあ、ワイヤレスイヤホンも使ってらっしゃる方や、ワイヤレスイヤホンが欲しいな、買おうかなと思っている方も多いんじゃないかと思います。その需要とともにですね、今完全ワイヤレスイヤホンというケーブルのないワイヤレスイヤホンがすごいいっぱい種類があるんですね。価格帯もスペックも様々で、初めて完全ワイヤレスイヤホン買おうかなと思ってる方にはもう何から買っていいのかわからんっていう状態になりかねないぐらいね、もうたくさんあるので、まあ、今回は初めて完全ワイヤレスイヤホンを買おうかなと思ってる方でも手を出しやすい1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめをご紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちらです。楽しい会社シエロです。こちらはイヤホンウェブ価格で4370円ということで、今回ご紹介する完全ワイヤレスイヤホンの中で一番お安いものとなっております。これね、充電ケースはラバーコーティングされていまして、すごい滑りにくい持ちやすい形とデザインになっています。でカラーバリエーションはディープブラック、クリアホワイト、ファインブルー、オーロラピンクの4色で、色の選択肢がねあるのも個人的にはすごい嬉しいポイントです。でこちらの連続再生時間はイヤホン単体で約6時間とケース込みで約36時間、つまりその一番お安い価格と言ったんですけど、十分な再生時間があるっていうことですね。肝心な音質なんですけど、音質は結構中低域寄りのサウンドで、ボーカルが結構聞きやすいです。装着した時にすごいピタッと耳にくっついてくれるので、遮音性がかなりいいんですね。なので音楽にすごい没頭して聴けるようなイヤホンになっています。お手頃価格ではありますし、このデザインもすごいポップで使いやすいので、完全ワイヤレスイヤホンのエントリー機としてはすごくおすすめできる商品となっております。続いてはこちら AG の TWS03R です。こちらはイヤホンウェブ価格で5980円となっています。こちらはですね、オーディオ界隈でも定評のあるファイナルが全面監修しているオーディオブランド AG になるんですけど、これ TWS03R っていうことで R シリーズっていうものになってまして、この R シリーズはお手頃な価格と使いやすさを求める方向けの製品になっています。この R シリーズはですね、可愛らしい愛おしいの個々であるロータ氏より命名されているっていうことでですね、この可愛らしくてすごいキャッチーなデザインが魅力の一つかなって思います。でこちらもカラーバリエーションがすごく豊富で、いろんな色があるんですけど、なんか全部大人っぽい落ち着いたっていうかナチュラルなカラーリングになっています。手触りもすごいマットでサラッとしていて、まあ、お値段は5980円と完全ワイヤレスイヤホンの中でもお安い価格なんですけども、いいやつ感のあるデザインになってます。音質はですね、 Bluetooth 特有の聞き疲れしやすい音質っていうのを抑えてるっていうことで、まあ、低域から高域までバランスよく自然なサウンドです。なんで結構その、まあ、楽しく聴けるのはもちろんなんですけど、聞き疲れとかもしにくいような音質になっています。中はこんな感じでコンパクトでシンプルな形状になっているので、耳の小さい方やまた女性にもすごいおすすめです。カラーバリエーションも豊富ですし、 AG の R シリーズで私はいつも思ってるんですけど、見た目ガジェット感がないっていうことで、なんですごいプレゼントにもおすすめできる商品となっています。続いてはこちら、ソールの STXX です。こちらはイヤホンウェブ価格で7530円となっております。私は結構見てきた完全ワイヤレスイヤホンの中でもかなり小さいデザインの完全ワイヤレスイヤホンじゃないかなって思います。そしてすごく軽いです。こちらのカラーバリューは6色とこちらも豊富で、レッドとかイエローとかあんまり見ないね、あのビビットのカラーが採用されているところがまたいいポイントかなと思います。ソールって言ったらやっぱり迫力とか深い低域っていうイメージがすごいあったんですけど、中域から高域までねバランスよく鳴らしてくれていて、あんまり歌物には向かないかなとか思ってたんですけど、しっかりボーカルも近く聞き取れたので、結構どんな音楽のジャンルにも合うんじゃないかなって思います。でこちらはですね、オーディオトランスパレンシー機能が搭載されているっていうことで、まあ、外音取り込みの機能ですね、音楽を再生しながらでも周囲の音が聞き取れるっていう仕様になっています。外音取り込み機能も搭載されているっていう、かなり実力派なイヤホンになってます。コンパクトで持ち運びにもいいので、さっとカバンに入れれるところもいいポイントだなって思いますし、そのエントリー機としてはすごい十分なスペックじゃないかなって思います。
最後はこちら、ハイユニットプレミアムのプレンドです。こちらはいいイヤホンウェブ価格で9,990円、ギリギリ1万円以内に収まっています。でこちらはですね、アルペックスとイヤホンスタッフが安くていいものを本気で作るをコンセプトにね、共同開発されたハイユニットのちょっといいイヤホンっていう位置づけとなるハイユニットプレミアムというブランドになっています。この価格帯ながらコーデックが SBC と AAC に加えてアプト X も対応しています。なのでラップとかでも高音質で再生ができるということですね。こちら連続再生時間がイヤホン単体で約7時間、充電ケース込みで約130時間と驚異の再生時間となっております。この価格帯とか関係なしで完全ワイヤレスイヤホンで充電ケース込みで130時間の再生が可能っていうのはなかなかないので、充電の持ちっていうのは結構トップクラスじゃないかなって思ってます。音質はすごい解像度が高くてすごい迫力のあるサウンドですね。音の輪郭がしっかりしてるのでくっきり聞こえます。広域も鳴らし方もすごい丁寧で楽しくも聞きやすいような音質になっています。まあ、ギリギリ1万円以内に抑えてきたっていうこともあって1万円アンダーの本気のイヤホンっていう感じですね。なので完全ワイヤレスイヤホンを買うにあたってやっぱスペックを充実させたいという方にはおすすめの製品になっています。以上、アンダー1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンのご紹介でした。やっぱりね、せっかく買うなら安くていいものが欲しいなって思うと思うんですよ。特に完全ワイヤレスイヤホンをね、初めて買うっていう方のね、ご参考になればいいなと思っております。今回ご紹介した製品はイヤホンにて視聴機のご用意もありますので、ご来店の際はぜひチェックしてみてください。この動画良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それではお相手はタニミクでした。バイバイ。